最近この境地ちょっとずつ楽になってる境地は、はい、うん、やっぱりね老子って僕ちょっと大きいと思います。あ、これまで、はい、まあ、僕は一冊読み、うん、今ここで、うん、今日21章紹介させていただくんですけど、はい、やっぱねなんかね老子がちょっと入ってくるというか、はい、老子マインドが、うん、はい、というところで老子道徳経、いつもとようにこのトルストイ監修の老子道徳経から第21章、はい、高徳の者は他をのみに従う、他をの本質は好奇のよう、おう好奇はおぼろげだがそこに形がある、おうそれはなんと輝くことか、それは決定的におぼろげだがそこには物がある、おう他をはぼんやりし捉えどころがない、そこには信頼できる本質がある、太古から今までそれの名は決して消滅しない、私は多くの資源を一望したがどうして資源がまさにそのようなものであるのか私は知らない。これロシア風です。はい、はい、これを、こちらバカボンのパパと読む老子、うん、ドリアン助川さんの解釈訳としては、空のように大いなる徳を持つ人の在り方はただ他をにだけ従っている、他をというものはぼんやりとしていて奥深い、つかみにくくうっとりするものであり、その中には形が潜む、かすかであり捉えにくいがその中に実体がある、よく見えず薄暗いがその中には正気がある、その正気は桁外れに順でその中にはっきりとした働きがある、昔から今に至るまで他をの名が消え去ることはなかった、そしてその中にあらゆるものの始まりを見たのだ、どうして私はあらゆるものの始まりがこうだと知ったのか、まさに他をの性質をもってである。はい、これね、うん、あのもう全部僕が正しいって言うわけじゃないんですけど、はい、これまあ僕の、はい、ここだけは僕の考えなんですけど、はい、この世界って僕の世界なんですよ。はい、僕の世界の、うんうん、で皆さんは僕の世界の創造物なんです、うん、あこれ皆さんもそう思っていいですからね、僕を皆さんの世界の創造物と思ってもらっていいんですけど、うん、で今老子が言ったのは、はい、その他をという本質はおぼろげで、うん、みたいなことを言ってるんですけど、はい、うん、で、まあ、冒頭にも、プリキュアの話と山岡鉄舟の話をして、はい、山岡鉄舟が無念無双という宮本武蔵が言ったね、うんうん、そこの道にたどり着こうとしたんだけど、うん、苦しんで苦しんでないないない、どうしてもなんか渦巻くっていうところで、うん、たどり着いたのが無念無双、うん、でその無念無双をたどる道っていうのが、うん、無念無双から無念無双にたどる道が無念無双なんだっていう、この無念無双の形を見たわけでもないが、うん、そこにたどる道が、うん、ここでこの言葉を使うのは正しくないんですけど、うん、その正しい道だ、うん、ってなったんだとすると、うん、話がつながってません？わかんないです、何を言ってるんだと、はい、あの要は僕はなりたいものになるんだって今ちょっとプリキュアっぽいこと言うんですけど、はいはい、っていう道が、うんうん、見えたのであれば、要は現在の私を受け入れそこにたどる道が正しい道である、うん、僕今老子と同じこと言ってるんですよ、うん、あ僕今ちょっとバカっぽいですね今、はい、僕は老子なんですよ今、はい、なんでそんな不安そうな範囲なんですか。ちょっと何を言ってるんだろうっていう、あ要は、はい、その隊長がおっしゃった、うん、その成長の道、はい、成長の道、成長の道っていうか、まあ、僕は別にタオは目指してないあ で, ですよ、はい、僕の中ではタオイコール隊長が使ってる成長と一緒で、うん、成長が目的ではないんですよ僕は、安心して生きていくことですよ、そのための成長ですよね、あそれに成長が必要だから成長しようとしてる目的ではないんですよ、はい、成長することが、これが手に入れば成長しなくてもいいわけです、同じ意味ですよ、成功したいって言った時に、はい、手っ取り早く成功できるのは成功それでいいんですよ僕の場合は。なるほど、自己成長しなければ成功できないとすると自己成長が必要って話じゃないですか、なるほど、はい、
でそれってタオとは違う、うん、今はタオとは違いますね、はいはいはい、僕はもっと今なんか内面的な話をしたんですけど、はい、内面は僕そんなに悩んでないんで、僕のこと今いらないって言いましたね。いりますよっていうね、うん、なんか今この皆さんはこのチャンネルを見てくださっている方々が、はいはい、もしくは今なんかその苦しいとかね、うん、私ってなんだとか、うん、で悩んでるんだとしたら、うん、受け入れなりたい自分になるっていう道の段階で、うん、もうそれは結構いいとこにたどり着いてるよ、はい、っていうふうに思ってるんです、うん、ああちょっとなんかまだ弱いですねこれは、うん、多分それで言ったら僕はいいとこにいそうな気がしますもんね。まあいいこのまたいいとかっていうのがちょっと今、はい、ちょっと俗物な言葉を使ってしまったので、はい、なりたい自分になる今の自分を受け入れてなりたい自分になるために進んでるんだったらいい、うん、っていうんだったらもう僕いいじゃんですもん。あだともう体調はいいんですもんしっくりきてるのしっくりきてるかっていうかあとだから手段ですよ何するかですもん僕は僕の悩みは そこしかないんですよ。でそこが、うん多くの人はリタって言いますよね。リタって言いますよ手を広げることだ、はいはい、うん、手を差し伸べるっていう意図で差し伸べるのではなく、うん、自然にやってることが差し伸べてることであるみたいな、はい、ところ分かんないですけど、そうですね、だからそういうとこは特に求めてないんですよ僕はなるほど、金を稼ぐためには相手の得になることをしなきゃいけないぐらいの感じですよ手を差し伸べるのはこうお金を対価としてもらうためですよ、うん、商人ですよまあそれが近江商人になればいいわけですね。そうですよ、三方よし、そう、はい、世のため人のためになればお金もらっていいみたいな話です。もう三方よしです、はい、それが近江商人の習いですよ、はいはい、っていうので、うん、なんて言うんでしょう MBTI とか、はい、いろいろタイプ論をやっていて、うん、その先ほど紹介したコメントをくださった方には、うん、二等兵そんなこと言うならタイプ論なんていらないじゃん、うん、あなたが言ってることが本当だとすると、うん、みたいなこと言われてるんですけど、うん、いやなんか違うと、うん、このタイプ論とかは現在地とか、うん、今までの自分とかを納得するのに、納得する、はい、あ今までの自分とか、はい、いや現在地座標ここ、うんうん、この十字があって、うん、僕の座標ここってやるのに、うんうん、は別に有効なツールですよねって思ってます、うんうん、だから自分の欠点とか長所とか、あそうですね、分かって分かると、はい、まあ、それを伸ばしたり補ったり、あとはまあ人との見方、はい、見方がこれだけ違うみたいな、うんうん、あとはそのもうほんと最近この動画を撮り始めて、はい、言葉の捉え方もそうですよね、うん、僕同じこと言って、まあ、さっきも言いましたけど、はいはい、同じこと言ってるのにずっと違うって言われるみたいな、だ言葉ですからね定義がありますもん、そう感じるものですよ言葉はあれですよ、だからその定義をまず合わせないとっていうのが僕出てくる感じです。その合わせなくても感じるじゃないですか、はい、でそうすると、はい、あんじゃ違うってなるわけじゃないですか、そこですれ違うわけじゃないですかみんなが、言葉なんて野暮ですよ、ですれ違うって話をしてるんですよっていうのは、はい、とても面白いですよ、ね、はい、こういう話をするのはね、うん、バカにされない限りは、はい、面白いです、はいはい、でこういうのをやりながらなんかその皆様の何か気づきに、ね、うん、はい、なるのであれば、うん、なんかこの手を差し伸べてることになるのかなって意識せずにね、うん、はいはいはい、自分がやりたいことをやって人が楽になる、うん、こんな素晴らしいことないじゃないですか、うん、そう、あの今日山田玲司さんのトークツイッター見て、はい、そんなようなことを言ってましたよ。なんておっしゃってました？やりたいことやってたら、はい、必要とされる人間になるみたいな、誰かのツイートに、はい、なんか人に必要とされないならやる意味ないじゃん、人に必要とされないならやる意味ないじゃん、うん、はい、っていうツイートをした時に、はい、そのリツイートかなんかで山田玲司さんが、はい、そうやってそのやりたいことをやるってことはそのうち必要となる人になるみたいな、まあそうですね、我々も、うん、2人でひょんなことから始めた、はい、4年前の、はいはい、このチャンネルが、うん、もうこれだけの人に見られてるわけですもんね、はいはい、でためになるって言われる必要とされる人間になるって、うん、僕はもう今決めてるんですね、そういうふうに、はい、必要とされる人間になるって
はい、もうそう決めてるが僕はちょっと分かんないですけど、あもうあ決まってるんですよ僕の世界では。はい、決まってる、そう思ってるなら分かります。まあごめんなさいっていうと、ここは僕の世界なので、はい、僕はそうなるに決まってるんですよ、うん、これちょっと今スピリチュアルの話をしてます。はい、はい、ある人はこれをアファメーションって言うかもしれないし、はい、引き寄せって言うかもしれないんですけど、はい、はい、ありました。山田礼二さん、なんておっしゃってます？やりたいことをやってると、はい、気がつくと必要な人になってたりします。もともとのが必要とされないからやる意味ないなって最近へこんでたけど、はい、別に今も必要とされてないんだったらやりたいことやったらいい、はい、っていう投稿です。僕は結構これはやりたいこととして、はい、どんなことよりも、うん、この金曜日と土曜日のライブと日々の編集を大切にしているんですけど、はい、まあこれで本当にコメントとかでは、うん、あの心に刺さりましたとか、はい、本当にいただけるので、はい、それが僕の心に刺さるんですよ、はいはい。まあ、逆の刺さることもありますけどね。まあ、あの頭悪いって言われることもあるんですけど、はい、うん、そういうのは本当に見ないように。傷ついたとか、まあ、それは謝罪します、申し訳ございませんと、はいはい、それは謝罪、はいはい、アホだって言われるやつはもう全部僕の世界じゃないので削除です、うん、はい、っていうところですね、はいはい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。老子先生ありがとう、はい、老子もね、はい、もう僕がお願いしてないのにね、うん、こういう教えてほしいなっていう老子が存在してるっていうのは、はい、多分これでみんな苦しんでるからですよ。これでというのはみんなこうやって悩んでるから、はい、それに対する答えはこうだよって、はい、っていうよ、答えが用意されてる世界って素晴らしいと思いません？はい、答えが用意されてる？うん、悩んだと思った時に、うん、悩む必要ないことで悩んでるからですよね。悩んでこれ、ね、それ悩む必要ないじゃんって老子が。これがねこのエニアグラムタイプ9のね嫌なとこですよ。悩む必要ないところで悩んでるんですよ。で老子先生はそんな悩む必要ないよって言ってる。ずっとそうやって言ってるんですよ。これを悩んだ上で味わうからはーってなるんですよ。何ですか、うん、その軽い言い方は。今僕のことをバカにしましたよね。まあだから結局、はい、そうやって悩む人がいるから出てくるっていう、はい、はい、というところで、まあこういう見え方の違いがあるんですよね、はい。